では次は前の動画では、後屈立ちの立ち方、しっかりとした立ち方について解説をしました。次は、後屈立ちの練習について解説していきたいと思います。まあ、いろいろなやり方はあるんですけれども、まずはまっすぐ足が出る、まっすぐ足が出る、今日は、マットがあるので、このマットのつなぎ目を使って、練習していきたいと思います。まずは閉足立ちの閉足立ちから動かそう。今は右足から動かします。右足をしっかりとマットのつなぎ目に合わせて、そうすると足と足が、まあ、L 字直角 L 字になるので、その L 字をしっかりと覚えましょう。体は前を向いたまま、そのまま足を前というか横ですね、横に出して、重心を後ろに残したまま後屈立ちになります。まあ、この時は顔、まあ、前を向いてても横を向いててもいいですけれども、まずは足の形を覚えるので、顔を前向けたまま体も前向けます。足だけ横に動かします。そしたら戻る、はい、反対、横に向けて前に、横に向けて横に出していきます。はい、そしたら戻す、はい、こういう形で、左右に足を出して、しっかりと足がまっすぐ進んでいく練習をしていきましょう。この時に、今は、膝を伸ばしたまま閉足立ち、そこから後屈立ちになりましたけれども、上級者もしくは慣れてきたら膝を曲げたまま、後屈立ちの高さのまま前に出す、前に出す、横に出す、戻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 す、というふうに練習してみましょう。はい、この時にやっぱり注意するのがまっすぐ出すこと。前屈立ちのように回ったりとかをせず、横に向けたらそのまままっすぐ出す、まっすぐ出すことを意識して体で覚えていきましょう。そしてもう一つ大事なのは、足が上がっていかない、上がっていかない、ね、すり足ではなくてもいいですけれども、少しだけ紙1枚分くらい上げて床から離して、そこから足を出していく、こういうふうに歩いていくような感じで、こういかない、なるべく床に近いところで出す。あと、つま先が上がってですね、つま先が上がって行かない、そうするとかかとからつくので、つま先から進んでいく、つま先から進んでいく、こうすることによって、床と足の裏が平行になって素早く動くことができるので、そういうことを、慣れてきたら意識して練習していきましょう。はい、では、まあ、今は横にやりました。横にやって
足の感覚を覚える。これが終わったら次は前、閉塞立ちからこのまままっすぐ前に、前に出しても体は前になる。足だけ前に出して後ろ足が横を向いて、しっかりとかかととかかとの位置が一緒になる。前足はまっすぐ出たので前を向く、後ろ足は横を向ける。まっすぐな状態から足を出して最後に腰を回しながら足を横に向ける。反対もやりましょう。足を前に出して前に出して後ろ足を横に向ける、しっかりと横に向けたら90度になるようにですね、 L 字になるように90度になるようにしっかりと後ろ足を回転させても横90度になるように意識をしましょう。回転をさせすぎて90度ではなくて後ろ足、後ろの方に向いてしまったり、回転が足らなくて斜め前を向いているようなことにならないように自分でしっかりと調整をしながら後ろ足の回転ですね、回転がちょうど良くなるように何度も練習してみてください。そして、この時に大事なのは、横にやるときは体はもう前を向いた状態だったので、動かす必要はないんですけども、前に行ったときに後ろ足が90度横に向いたときに一緒に肩もまっすぐ一直線上になって、おへそは横を向くこと、顔は前を見たまま、おへそは横を向く。でも足が前に出たら前を向いたまま、足は横、おへそも横、そして肩は一直線上になるようにしっかりと自分で調整をしていきましょう。もう一つは横の時と一緒で、前に行かない、しっかりと重心が今いる場所に残って足が出ること、こうならない、出てから戻ったりとかしないように重心を残したまま足だけ前に出す、重心を残したまま足だけ前に出す、重心を残したまま足だけ前に出すことを意識して、練習をしてみてください。まずは横に10回、10回でも20回でもできるまで、まずは横でやってみましょう。横の動きができるようになったら、次は前に回転を使いながら何でも